はい、こんばんは。ルーリーの部屋、著者の本棚です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日から、今日からというより前回からちゃんとステージ師匠で出ている形になっています。私の名前は沖本瑠璃子と申します。普段は5分会議を活用した人材育成、そして組織の活性化ということで、いろんなところで仕事をさせていただいています。この番組はですね、著者の方にゲストに出ていただいていろんな話を聞かせていただこう。実はですね、本を書いているときに著者がどんな本を読んでいるのかを知りたい、そういうふうに思って著者をゲストという形でお招きしております。まず最初はですね、私の方の話からさせていただきます。いつもはですね、はい、こちら経営プロさんで連載しています会議の時間を有効活用する人材育成ということで、会議で学ぶについてちょっとだけ話をさせていただきますが、今回は、まだ次の連載が、アップされてませんということで、あと2週間ぐらいですかね、その時にアップされますので、また次回をお楽しみにという形です。つまり人を育てるっていうことを会議でやりましょうという話ですが、最後、実は次回12回目が最後となりますということで、ぜひお楽しみにということです。で、普段はですね、ここで大体終わるんですが、その時大体5分ぐらいです。あともうね、2、3分あるので少しだけ宣伝をさせていただくと、はい、こちらもちょっと見せていただいて、実はですね、ここ会議室、貸し会議室として提供しています。つまり会議を学んでいただくだけではなくて、貸し会議室もしているということで、実はよいしょ、こんな感じでね、こっちか、はい、こちらの方でぜひ、東神田、場所は東神田ですが、ぜひなんかご用があれば借りてくださいという形です。最寄り駅はですね、いろいろあります。曝露町とか浅草橋駅とか秋葉原駅、小伝馬、岩本町などなどありますので、ぜひどうぞ。でここは会議室ですが、会議だけではなくて、セミナーしたり研修したり、あとパーティーしたりとかね、あと何だろう、ウォーキングしたり、いろいろされています。ぜひどうぞということで、今日のゲストは、今年第1回目ですよね。で前回とちょっとね、なんか続きあるみたいな感じなんですよね。本のシリーズ化されている、その同じようななんか習慣の本ということで、さあどなたでしょうかということで、ゲストはこちらですね、この本の著者です。第66回の客人は、会話本17冊累計30万部のビジネス著者ということで、松安先生です。ではどうぞ。バチ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 、はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、というより毎回ですが、自己紹介は自分でするという形なんですね。 なるほど、はい、なので思いっきり1分で話さなくていいので、はい、長めにいいので、もう、ね、短く話さないと怒られちゃいますからはい、はい、もう思う存分自己紹介してください。はい、はい、ありがとうございます。著者の松橋義則です。はい、コミュニケーションの技術、コミュニケーションスキルを、メインに、うん、約というか17冊、一番今ですね出ている、話し方で成功する人、うん、失敗する人、はい、これはアスカの習慣ですね、うん、これはアスカ出版から出て、かなり売れたので、ムック本図解版になって、またギュッとまとめられた本になりました。はい、この元のやつは普通のね文庫本、あ、じゃない、単行本か、単行本なんですけど、あとまあ、僕の一番の代表作というとこちらですね、はい、これ見たこと、雑談のルールという本ですね、これが7万部ぐらいで、今も、まあ、3年
3年以上経つんですけど、うん、いろんな、まあ、大手の、本屋さんでは結構山積みになって、置いていただいてます。うーん、あと NLP をぎゅーっとまとめた本がこちらですね、雑談の心理術と、こういった著者としての活動と、あと講師として、企業研修もやっていますが、あとコミュニケーションが苦手な人を日本からなくそうということで、さまざまなコミュニケーションの、出版、講師、講演活動をやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雑談っていうと割と黄色系なんですね、はい、そうですね、これが売れたもんですから、うん、やっぱり黄色がいいでしょうっていうこういう流れでそうなんですね、なってますね、じゃあこっち側が先に出て次にこっちという形ですよね。そうですね、はい、はい、ぜひ。これすごい本屋さんでいっぱい並んでますよね。そうなんですよ、本当にまだまだずっと出てますよね、はい、すごいロングセラー、ロングセラーで、はい、ですよね。もう一踏ん張りで10万部目指してます、はい、皆さんの協力をということです、ね、お待ちしております。お待ちしています。でこちらの本もね、はいはいはい、図解なんですよね。はい、話し方で成功する人の、この、今まで書いた、まあ、約20冊ぐらいの中で、うん、こうすると失敗するっていうのは意外と受けましてね、うん、こういうふうにしてるからうまくいかないっていうのはやたら刺さったっていうことで、アンケートというかそのお便りをたくさんいただいてます、うん、自分がやってました、やってる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 、うん、やってこんなことやってました、うん、この悪い例を、はい、必ずこう、うん、例題で載せたのがね、良、うんうん、かったっていう、へえ、そうですか。でその松橋さんはすごい本出しているんですよね、はい、今現在は何冊ですか、はい、さっき、まあ、肩書きを語りましたけれども、はい、17冊で、うん、翻訳本が5冊あるので、うん、それ入れると22、うん、で今ちょうど本当はね、明日まで書かなきゃいけないものがあるんですけど、うん、いつも締め切りに追われている松橋です、はい、今2冊書いてまして、それが4月5月に発売予定です、うん、なので、17冊プラス2で19冊、うん、そして翻訳本入れると24冊ということになります、うん、へえ、あっという間になんか出してきましたよね、はい、なんででしょうね、なんか取っとこう取っとこう本を書く人になりましたよね、はい、へえ、すごいなと思っているんですが、なんかねこの辺でなんかいろいろちょっと読んでいっていいですかね、はい、いろいろと書いてくださっているのではないでしょうか、はい、もうちょっとしたら、明日ですか、その辺かな、神戸さんからこの辺かな、はい、これはね、ああそうですか、はい、神戸さんが、沖本瑠璃子さん、明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございます、この方はですね1回目からずっと毎回見てコメントくださっている方なんですよ、そうなんですね、ありがとうございます。で、雪で096さん、はい、楽しみです、はい、ありがとうございます。あ、米谷さん、次回のゲストなんですね、頑張って売り上げがもっと増えたら貸し会議室は利用したいと考えています。はい、売り上げ増やすために借りるっていう手もあるんですけどね、パチパチパチ、米谷さん今度出られる、はい、次回ですね、米谷さんどっかでお会いしたかなと思ってね、うん、今日ね、うん、メール、自分のメールに米谷さんの名前入れたらね、未開封のメールが出てきたんですねねー、びっくりしちゃって、うん、米谷さんこの場を借りてお詫び申し上げます、もう4年ぐらい前みたいですけど、そうなんだ、4年前ぐらいいやびっくりしたな、よくあることですよ、あ、7年前ですね、7年前、2010年の5月9日に、うん、昨日、出版セミナーを受講して名刺交換しました、うん、うん、大変有意義でした、これでたくさん書いていただいてるんですよそれなのに今帰る、それなのに今日ね、次回米谷さんがシェアしてたじゃないですか、はい、なのであれなんかと思ってね、うんうんうん、調べてたら、うん、未開封の6年前のメールが出てきた、へー
米谷さん覚えてますか？今読んでくるの読んでいいんです、ね、こういう人なんですよね。私もねちょっと似たような話ありますからね。それはやめときましょう。そこ後でちょっと質問したいしてみたいところですよね。じゃあのあちょっと、まあ、頑張って売り上げ上げて、貸し会議室どんどん利用して上げてくださいね。いや売り上げ上げてからじゃなくて、はい、売り上げ上げるために貸し会議室を借りてセミナーすればいいんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、そうですね、うん、確かにね、その通りですね。売上げ上げるためにはセミナーしなくちゃ。そうだよね、うん、ここの安いんですよ、うん、なので実際にだいたい相場だったらこのクラスの部屋だったら1日借りたらだいたい3万とかね。あ、そんなにするんですね。半分ぐらいじゃないですか。うちね安いですよ、うん、1時間あたりが、まあ、会員って月に2000円の会費なんですけれども、ええ、1時間2000円しないんですね。それは激安ですね、うん、大体ねもうそうそうそう、これだったら3、4000円、うん、4000円とかね、します駅から、はい、駅から4分、ね、一番近い駅だと2、3分なんですけどね、はい、はい、あといっぱい駅があるので、その例えば新幹線で来る人にも便利なんですよ、東北とか。あ、そうですね、いろんなところぜひということで、まあ、それはいいとして読みましょうか、はい、で、米谷さんがパチパチパチでありがとうございます。で、ゆきて0963、はい、松橋先生の雑談のルールを読み、はい、苦手な忘年会新年会を乗り切ることができましたって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、これね12月になるとね、うんうん、売れるんだ。売れるんですよ。12月になると必ず、うん、あの増刷になってる、毎年になってるんですね。やっぱり年末はあの雑談が苦手だっていう方、うん、あと新年会もですね。新年会、そうですね、うん、活躍し、あの役に立ったみたいでありがとうございます。ありがとうございます。で、今度は長吉さん、はい、はい、富山の朝活をやってらっしゃる方ですね。はい、今日メッセージいただきました、ありがとうございます。沖本さん、松橋さん、こんばんは。富山から、視聴しています。松橋さん、4月5月の出版楽しみにしていますということですよね。ありがとうございます。全国の人が、ね、みんな楽しみにしています。だから締め切りは絶対守らないとということでしょうかね。はい、こんなとこ出てる場合じゃないとか思ってるかもしれないけど、いやいや、かもしれない。いやいや、これは宣伝か、ね、宣伝で、ね、長吉さんはあのもう富山を仕切ってらっしゃるセミナーのね、前なんだろうな、もう何百回もやってるんですよ。あ、そうなんですか。ちょっとだけ今日ホームページじゃない、はい、フェイスブック見るとなんか新聞に取り上げられてましたよね。はい、そうなんですよ。もう普通にサラリーマンやりながら、うん、平日の朝と、うん、土曜日とか日曜日使って、うん、もうすでに確かね500回ぐらいやってたかな。すごいですよね、継続できるっていうのはすごいですよね。そうですね、どん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 ね、あの、うん、あの最近はあの著者の方とか、うん、東京からもどんどん参加されていて、うん、この前は白鳥さんとかもね、来たみたいですし、あと山口智子さんとか、たくさんの方がね、出てらっしゃって、今度お声がかかるかもしれないですよ。ぜひお願いしたいし、富山は本当ご飯美味しくていいですよね。寿司最高でしたね。もうまた食べに行きたい。あ、じゃあ本出すために、はい、そうですね、そのために本出してるっていう、ね、あとはあの本当にね、うん、あのまあ、僕も地方出身者でね、青森の出身なんですけど、うん、はい、地方の 方だとやっぱりセミナーとかね、うん、あんまりこう、あまり盛り上がらないっていうか。そうですね、ところがね、本当に熱い人たちがね、うん、前向き、こう向上心の高い方がたくさん集まっていて、うん、富山はね、どん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 発展すると思いますね、うん、なんか持ち家がナンバーワンじゃなかったっけ、富山って。あ、そうですね、うん、裕福ですよね。心もきっとあったかいかも。はい、うん、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、ももちゃんですね。松橋さん、りゅうこさん、こんばんは。って、こんばんは、はい、こんばんは。もうね、前半というか本当に初期の頃に出ていただいたんです、この番組。あ、そうなんですね。まあ、夫婦別々ですけど出ていただきました、はい、で、米谷さんから、面白いお話をありがとうございました。わははって、松橋先生覚えております。会ってずっとメッセージもらえてなかったということを覚えてるということでしょうかね、はい、重ね重ね重ね、もう人気者だからいっぱいメッセージが来て、ね、気づかなかったってことですね。いや、会えてなかったっていうのはあれなんですよ、迷惑フォルダーに入ってたみたいです。それよくありますよね、はい、それで仕事なくすこともあるかもしれないですよね。そうなんですよね。後で気づいて、ああ、こんなみたいなね、
本当の迷惑のメールが迷惑もホルダーに入らずに、はい、そうそうそう、重要なのが迷惑ホルダーに入るんですよね。そうなんですよ ね、 メールはね、それがちょっとね、怖いんですよ ね、 すよね。なんかしつこく、もう逆に電話欲しいなと思うことありますね、仕事の場合は。そうですよね。はい、ありがとうございます。で、神戸さん、沖本瑠璃子さん、松橋よしのりさん、こんばんは。はい、こんばんは、はい、ということですね。ありがとうございます。ヨネヤさん、そうですね、沖本先生、貸し会議室は売上が増えるために利用するという考え方を教えてくださりありがとうございます。はい、早速予約してください。で、ももちゃんから、長吉さん、また4月にお世話になります。あ、また4月に富山に行かれるんですね。そうなんですね、また本出すのかなということでしょうかね。はい、コメントありがとうございます、はい、ということで松橋さんのなんか人気ぶりがここに出てきてますよね、はい、ありがとうございます。やっぱりこういうふうに、ね、書いていただけると盛り上がっていいですよね。はい、はい、で、じゃあ今度新しく本を出されるということですが、はい、どんな内容かも言えるんですか。あー、なるほど。オーバーで包んでいただいてもいいけど、まだね、いやー、まあ、正直どうなるか分かんないです。書いてるうちにね。まだ、まあ今ちょっとほんのちょっとですけど書いてるところで言うと、一つは営業の本なんですね。営業マン向けの本で、営業のものの言い方というかフレーズみたいなことだったんですけど、このね、今画面に出ている成功する人失敗する人の習慣、これがかなり良かったので、失敗する営業マン、成功する営業マンみたいな、この比較対象パターンでね、今構成中という。失敗する人は、うん、売れない営業マンは、うん、自己投資しないとかね、本も読まないし、うん、セミナーも参加しないとか、うんうん、売れない営業マンは、販売していて、売れる営業マンは営業しているみたいな、ちょっとイマイチなんでね、買いなきゃなと思うんですけど、うん、はい、まあ、こういった本が一冊で、もう一つは、うん、言い返し方みたいなことのオファーが来ていて、言い返す、こう言われてなかなか言い返せない、皆さんね、沖本さんみたいにポーンってね返せないんですよ。何も言えないです。いやいやいや、よく言いますよ、本当に。何も言えない人がとても多くて、まあ、僕自身もそうなんですけど、この反射神経磨いてどうしたらいいか、うん、まあ、言い返すっていうよりも一回受け止めて、うん、そして返すっていうパターンを今までの本では紹介してるんですけど、うん、もっとそのこういう困った時にはどういう対応したらいいかみたいなことを、うん、書いてほしいというオファーがあったので、うんうん、今それで執筆、5ページぐらいしたかなっていう。まあね、あれって書き始めるとブワーっていくし、なかなかいかない時はなかなかいかないんですもんね。そうなんですよね、きっと締め切りにギリギリになるとなんかブワーっと降りてくるとか、これもね2週間ぐらいだったんですよね、書いたのはね。今出てる本もね2週間ぐらいだったんですよ、うん、締め切り間際にならないと、この書けないこの、ね、習慣を変えたいんですけど、ね、その本書いたらいいんじゃないですか。そうです、うん、まあ、まあでも本当に何か本当に切羽詰まるとね、うん、なんか書けちゃうんですけど、うん、後でね読み返すと、いいこと書いてるなと思, ね、思います。自画自賛です。でも自分でいいと思わないものを売られても困るんですけどね。なるほどね、と思うんですよ、いつもつまらないものですがって言われると、はい、つまらないものを人にあげるなって昔は思ってたんですよ、ちっちゃい時はね、子供の時にはもう意味がよくわからなくて。なるほど、うん、それと同じで、売るんだったら自信持って売っていただければいいと思うんですよ、うんうん、一応その時には最高のもの、そうですね、うん、ということで、これは、ね、はい、自信作ということで、だから売れるんですよ、はい、という、はい、ありがとうございます、まとめにさせていただきました。まとめはありがとうございます。コメントがまたすごいですね、下の方かな、ごめんなさい、私タブレットのつもりで、次なんかね、これ、あ、でもこれ、まあ、でもあ、できるんで、きますよ、そうか、はい、今どこまで行ったっけ、ここまで行った、ね、ここまでね、ヨネヤさんから、長吉さんのユーストリームも楽しいです、はい、あ、そうそう、ユーストリームされているっていうふうにメッセージいただいたんですね、はい、そうですね、ありがとうございます。あと、生田さんから、
沖本さん、松橋先生を受けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今日は17冊のベストセラー松橋先生ですね。とても嬉しいです。松橋先生、NLP について教えていただければ嬉しいです。ぜひセミナー行ってください、はい、ということですが、はい、ちょっとだけじゃあお話をお願いします。はい、はい、NLP について、うん、なんかそうですね、ちょっとだけ、はい、まあ、今日もセミナーやってきたんですけど、 NLP は天才と言われてる人たちの、技術、うん、カウンセラーの天才、3人の天才が いたんですね。どんな悩みも、何十年も抱えてた悩みも、うん、1時間とか2時間のセッションで悩みを解消してしまうという天才が3人いました。その3人が、3人を研究したところ、その3人とも、対面で使っている技術があったんですね。その技術を体系化したのが NLP の始まりなんです。まあ、言ってみればその3人の天才は、うん、その例えば死にたいとかね、うん、もう自分はダメなんですっていうのは、うん、そういったのを会話で変えちゃうぐらいですから、うん、多分セールスマンやったら天才のセールスマンになれたでしょうし、うん、コミュニケーションの達人たちなわけですけれども、うんうん、その達人たちがやっていたのは大きく分けると2つあってね、うん、まずあの対面の時に相手にその波長を合わせる技術、うん、これペーシングって言いますけど、ペーシングっていう技術と、そしてもう一つが質問の技術、メタモデルっていうんですね。これが一番最初にできた技術だと言われてますけど、人の悩み、思い込みをこう剥がしていく、うん、その剥がしていくためには質問が効果的なんですね、うん、その質問を体系化して、NLP というのが始まりました。で、どんな、そうですね、まあ、どういう、もう様々、例えば自分に自信がないっていう人には、うん、それなりの方法があるし、対面が苦手っていう人には、例えばそのペーシングの仕方だったり、誘導の仕方だったり、そういう言語パターンの、習得っていうことを紹介できますし、あとイメージ、脳をうまく使う、方法があるんですね。サブモダリティっていうんですけども、脳っていうのは言ってみればパソコン、高性能のパソコンなんですね。その高性能のパソコンを、使いこなすには、ちなみに20年ぐらい前に電気屋に行ってパソコンが置いてあってね、うん、もう電源の入れ方さえもわからない、うん、自分はこうなんかいじってたんだけど、うん、ああこれは難しいわってね、うん、思っちゃったんですよ、うん、誰にも使い方を教わらないで自力でやろうとしたら難しいですよね、うん、この脳の使い方も一緒で、使いこなしてる人に、その使い方を教わると、うん、いとも簡単に使えるのに、その使い方知らなくて、困ってる人多いわけですね、まあ、そういったものがこうギューッと凝縮されてるっていうのが NLP なんですね。うん、まあ、脳の使い方、ぜひ本読んでください、まあ、セミナー行くのが一番ですね。あ、そうなんですね。 NLP はね、皆さんおっしゃるんですけど、本を何十冊も NLP の関連の本読んだっていう人も、実際に来て2時間とかで、学んでみると、あ、全然ね、うん、理解してるのとやれるのって違うんだっていうのをね、うん、皆さんびっくりされますね。はい、ということで生田さん、ぜひ行ってみてください、はい、というか生田さんはね、うん、いくつか出版の記念セミナーとか、はい、確か来られてるんですけどね、はい、またお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。で、長吉さんが、学ぶ、はい、ヨネアさんありがとうございますって書いてくださって、はい、ユーストリームはね、はい、楽しいですっていうことに対しての返信ですね。そうですね、やりたくはこの中でもされてるんですよね、はい、でヨネアさんから、あ、しまった、私が覚えていたのはメールの送信ではなく、当時松橋先生とお会いしたことでした。あわわ、ずいぶん前のことでしたね、7年ぐらい前、まあ、さっき見たら2010年の5月7日ということで2010年、6年7年前、私もまだ覚えてもらえてない時かも。いやいやいや、また始まりましたよ。もうそこをちょっとね、こんなインパクトの強い人を忘れるわけ、よく言いますそこでちょっと聞きたかったんですよ。すごく地味で、なんか人にこう覚えてもらえない私のような乙女は、どうやったら人に覚えてもらえるのかと。はい、ね、研修講師っていうことで多分自己紹介もらってたんですよね。
いや、わかんない。いや、なので、うん、僕のお客さんじゃないなっていうんで、もう、だから、結局こう新しい人っていうと2つあると思うんですけど、1つは自分のねお客さんになるか、なるかどうか、あるいは自分とこう仲間になっていくかどうかっていうね、研修講師っていうと、なんかどちらかというと、あんまり縁がない感じですよね自分にとってはね。へえ、そうなんだ。そういうことなんですね。あれ、CM がたまに入るんですよ。あ、そうなんですね。人によって違うんです、この CM のタイミングが。ずいぶん長い時間やるんですね。そうそう、はい、でも今 CM じゃない人もいっぱいいるんです。あ、そうですか。人によって全部そのタイミングが違うんですね。はい、うん、へえ、そうなんだ。私じゃあそういうふうに、どっちにしても私のように、でも地味だから多分覚えてもらえないと思うんですけど、それでも覚えてもらえるためにはどうすればいいんですかね。インパクト本当になんかね、結構みんなに覚えてもらえないタイプなんですけど。はい、はいはい、いやいやちょっと信じられないんで、ちょっと何を言ってるのか分からない何をおっしゃってるのかよく分からないんですけどきっと他の人もねお悩みだと思うんですよ。こう印象が薄い、印象が薄い、うん、なかなか覚えてもらえない。まあ言ってみれば、僕のやり方としてはね、僕も最初にね自分をこうアピールしても覚えてもらえないので、うん、最初は一生懸命話聞いて、うん、相手に興味を持つと、うん、散々自分のことを話した人は、あ、ごめんごめん自分ばっかり話しちゃって、松橋さんは何やってるんですかって言って、さっき渡した名刺をね、名刺入れなんかに入れてもね全然興味ないでしょっていう人がこの引き出してあ、本出してたんですねとかね、いやいやもうこれ書いてるしって、そこから自分に興味を持ってもらえるって。なのでまずは自分を分かってっていう、ニーズを満たしてからじゃないと自分を覚えてもらえないっていうふうに感じますので、後出しじゃんけんですね、よく 本の中でもね紹介してるんですけど、自分のことを先に出すよりも後に出すっていうのをした方が覚えてもらいやすい。後出しじゃんけんだそうです。はい、はい、参考に私も頑張ってみて覚えてもらえるようにします。いやいやいやインパクト強いから大丈夫です。はい、まあじゃあ最初からね、自分の売りをちゃんとね、出していくというこの強烈キャラを最初から出していったらいやもう強烈キャラじゃないですか。いやもう僕ね一緒にセミナーやって何がびっくりしたかっていうと、僕のね2倍3倍ぐらいのスピードビャーッと喋ってってね、おおこれみんなついていけるんだろうかってね、早口だーって。いや松井さんは逆に、時間全然考えないですよね私の番を通り越してまだ喋ってるんですよ。ごめんなさいね、もう面白かったですよね。テンポが遅いもんで。いやいや、というのは、まあ、聞いてる人今ちょっとわからないかもしれないですけど、例えば2時間2時間セミナーをすることになっていた時に松田さんが前半されたんですよね、はい、で2時間経ってもまだ終わらずに、また1時間ずっと私の番がずっとなかなか来なくて、あれそんなことありましたっけ、あったんですよ。で私一生懸命、ま、もう終わりみたいにこう合図を後ろからやって、やっと気づいてもらえて、そうだったんですね、だから、早口でしないと1時間しかないみたいな。あ、そうでしたかというのがありまして、もうマイペースでされてましたね。雑談を活用させていただきます。ありがとうございます。話を飛ぶところがすごいですね、はい、その前に、ここも言ったっけ。あ、はい、うん、あ、長吉さんが、はい、富山の長吉さんが主催するセミナーに、山口智子、ももさんが登場するので楽しみにしています、はい、ということです。はい、で、ひろき安倍さん、ひろき安倍さん358さんが新年会で盛り上がれるように雑談を活用させていただきます。あ、はい、この雑談のルールの本ですね、はい、こちらをということですね、はい、はい、ありがとうございます。で同じく、以前松橋先生のセミナーに参加させていただいてとても感動しました。いつもありがとうございますということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、あ、伊藤さんからですね、波長を合わせる技術、質問の技術、言語パターンの習慣、脳の使い方を教わるなど、メモ、はい、ありがとうございます、伊藤さんありがとうございます。伊藤さんも
どん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 ご活躍、本もね、そろそろ出すのかな、決まったのかな、ね、本当にエリート、もう営業でも非常に成果出していて、週に何時間しか働かないでもう、それでもいいって言われてるぐらい、会社すごくね成果を合理的に出してらっしゃる、まあ、そういったねトップ営業マンなんですよね。きっとね波長を合わせる技術も自然に身についてらっしゃるでしょうし、質問もうまいはずですし、人をこう誘導していく、まあ、NLP 的に言うとね催眠言語っていうのがあるんですけど、おそらくそういったこともね習得されてらっしゃると思うんですよね。そういうのはこう誰でも使えるようにしたのが NLP っていうことなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。下ですかね。心理学学びましたが、あら、七海1031さん、はい、いくつか心理学を学びましたが結局救われず嫌な自分のままです。 NLP なら、変われますか。はい、変われます。はい、はい、ダメな嫌な自分っていうのは、自己否定感、自己肯定できない状態だと思うんですけども、ちなみに自己イメージとか自己イメージが低いとか、自己肯定感が低いとか、自分に自信が持てないとか、さまざまなこう言い回しありますよね、たくさんの表現があるわけですけど、自己重要感が低いとか、なんでそれだけ言い回しがたくさんあるかというと全然曖昧だからなんですね。とても曖昧なんですよね。なので自分が嫌だ、自分が嫌いっていうのも、とても曖昧な言葉なんですね。その曖昧さをこう、質問で解きほぐしていくと、中をこう開いてみると、あれ、なんか玉ねぎの、芯みたいなのであれ何もないんだけど、なんで自分って、自分が嫌だ、自分がダメだ、決めつけてたんだろうということって結構あるんです。あるいはなんだこんなこと、こんなことをね柱のようにして、ずっと抱えてたんだと、これに気づいてもらうのが、こういう心理学、セミナーだったりカウンセリングだったりさまざまありますけど、自分でいくら悩んでて本読んでもおそらくねこれはね難しいですよね、なかなかね難しいですよね。心理学散々学んでる僕も自分のことはなかなか自分でね、分からない。人にカウンセリングしてもらってそういう技術を持ってる人と話してると、ああそっか自分もあるあるみたいな、それがブレーキになってたんだっていうのは、誰かとの対話でしかなかなかね、進めないっていうのがあると思います。なので、そういう技術を持ってる人にカウンセリング、あるいは質問してもらうっていうことをねお勧めしますね。昔から人とのコミュニケーションがとても苦手です。はい、私もです。はい、どうやったらどんな人とも信頼関係作れるのでしょうか。私もです。はい、コミュニケーションが苦手です。いやいや、もう先生何をおっしゃってるんですか。内気なのでなかなか、そういう人がこんなにね60人も著者呼んで、やれるかなっていうね苦手なんでも、まあ、皆さん著者は来てくださるんですよ。苦手な、ね、うん、黙ってても著者の人喋ってくれるから、どんな人でも信頼関係作る方法、信頼関係って信頼されようと思って頑張らないことですよね。多くの人は信頼されようと思って自己アピールたくさんしすぎだと思うんですよ。自分って信頼に足る人間ですよと、例えば営業だと、もう営業マン、アポ取ってね、じゃあ分かりましたいいですよって言って来てもらうじゃないですか、すると信頼されようと思ってみんなやること大体一緒なんですけど、名刺交換してね、椅子座りました、どうぞおかけくださいって言うと営業マンが座って、じゃあ早速ですが我が社のね、概要をまずご紹介しますって言って、1900何十年にって、これで信頼関係作ろうとしてるわけですけど、もう実際にこちらにメリットのない話なので、信頼関係損なってるんだけどね
ずっとね自社 の, あの説明をパンフレットを読んでねもうめんどくさいなってね、うんうん、あのもっとあのまあそういう信頼関係作るにはだからなんか信頼に足るようなことをちゃんと言わなきゃいけない舐められちゃいけないっていうそこをね、そこを下ろしてまずは相手の興味あることを喋ってもらう聞き出すっていう、うん、そういう聞くっていうのを先にするっていう先ほどのね先出し後出しじゃんけんこれがやっぱり基本になると思いますね、うん、信頼関係を作る方法は後出しだとということで伊藤さん覚えてもらうには後出しじゃんけんメモメモ、はい、ありがとうございます今の話にねちょっとつながりましたね、うん、はい、そしてスムーズにさあどうしようかどうしたらいいのかな、じゃあその前にちょっとじゃあ聞いてみたいことがあるんですけど、はいはい、松谷さんが影響を受けた本というか思い出の本一冊挙げるとするとどんな本でしょう、はい、誰の本でもいいです、まあ、この、一つはですね、うん、まあ、一番ですね、はい、じゃあソースかな、ソースっていう本、マイク・マクマナスのソースという本があります、はい、それをもっと分かりやすくした本で、うん、それを日本人がもっと分かりやすく書いたのが、本田健さんの、タイトルちょっと調べよう、誰か調べて、はい、まあ、要はね自分例えば自分の特性、うん、本田健さんのその本にはね、例えばパンが好きって言ったらパンが好きなんです、うん、パンを仕事にしたいんですと思ったら、うん、ほとんどの人はパンを作るパン職人しか考えないですよね。そうではなくて10種類10パターンぐらいあるっていうのがねすごくね、まあ、参考になりましたね。うん、どういうことかっていうと、例えばパンが好きだったらパンを作るっていう以外に、うん、パンの作り方を教えるっていう仕事もあるし、うん、パンの作り方を売るっていう仕事もありますね。また、美味しいパンを作る人を、プロモーションするっていう、うん、仕事もあるし、美味しいパンを仕入れて売ると。だから自分で作らなくてもいいわけですよ、うん、なんかね、好きなものを仕事にするっていうとなんかそれをそのまま自分がやんなきゃいけないっていうイメージありますけど、うん、あ、そうじゃないんだなっていうのがねこの本を読んだ時にすごく、印象に残ったんですね。それ以来何をしたいかわからないっていう人には結構ね、うん、この本を紹介してますね。うん、本田健さん100冊以上出してるから探すの大変だよねということで、じゃあソースをベースにされて日本で出しているっていう本ですね、はい、ぜひ探してください。そうですね、ソース、あ、これライフワークで豊かに生きるっていう、今 Kindle 版で540円、2014年に新しく出たやつですね、 Kindle で、うん、これは もっとね、もう十数年前に出た本なんですけど、うん、はい、これおすすめです。やりたいことがわからないという方はすごく多いので、うん、自分の特性を、生かしきる方法はたくさんあると、まあ、うん、最低でも10種類あるということでね、読んでみたらいいと思います、うん、はい、じゃあ今度はおすすめ本、はい、自分の本ではなくて他の人の本でおすすめするとするならば、はい、一冊、今言っちゃったなもう一つ言うとしたらね、夫婦関係で悩んでる、男女関係で悩んでる人世の中が多いわけですよね、うん、ベストパートナーになるために、へ、誰が誰か、ジョン・グレイですね。え、知らない、だって私、夫婦じゃないしあまり興味なくてごめんなさい。あ、そうか、恋愛系はあれですか重要視しなくてごめんなさい。これはね、日本でも100万とか200万部売れた本でね、本当に興味ないのものって全然頭に何度もね、
一番最初は確かね2017年になってましたよね。2001年なんですけど1月7日になってる。いやこれ違う人ですね。ハーレークイーンですねこれね。本当だ。ジョン・グレイの方ですね。うーん、男は火星からやってきた、うん、女は金星からやってきた。うーん、これどういうことかというと、うん、要はもう全然星の違う、うん、もう生物違うから、生物違うんだと、地球という星にね、うん、火星からやってきた生物が降り立ち、うん、金星からやってきた生物が降り立ち、うん、自分にないね、魅力を感じて2人は夫婦になり、うん、夫婦になった、パートナーになった、うん、そこから悲劇が始まったみたいなね書き出しだったと思うんですけど、あ、違うな、一緒に、住み始めて夫婦になった、パートナーになった、そしてお互いが違う星からやってきたということを忘れたところから悲劇が始まったっていう書き出しなんですけど、うんうん、まあ、物の見方考え方は全然違う、うん、とすると、相手を認めるとかいろんなことがここで認め、ね、取れるってことですか。付き合い始めは、うん、自分と違って、うん、自分にないものを持っててすごい魅力的、うん、例えば、大雑把な、男性から見るとね、うん、まあ、多少は大雑把なんですけど細かいことがよく気がつく女性がすごくね、うん、なんて気がつく、繊細な女性なんだと、魅力的だな、うん、で女性は女性でね、なんてそういう細かいことをいろいろ気づく女性っていうのは、うん、なんて大らかなんだろうと、うん、細かいことにこだわらずにね、うん、すごいすごい度量が広い人だわみたいな、うん、そうやって付き合い始める、うん、最初はね、最初はね、うん、3年ぐらい経つとね、男が女性に対してなんて細かいやつなんだろう俺みたいにね細かいこと気にしないで生きればいいのにって言い出すし、うん、女性は女性で、うん、本当に、ね、大雑把で嫌と、もう一緒にいられないみたいなね、うんうん、そのお互いの本当は魅力だったはずのところが、うん、今度お互いが欠点になっていく、うん、それは自分と違うから、うん、自分となんで同じじゃないの、うん、っていうところですよね、うん、普通はこう考えるだろう、うん、これをね、初めて教えてもらったのがベストパートナーになるために、これのまた変化版がね、そのヒットした、地図の読めない女、うん、話を聞けない男かな、あ、はい、さらにこの進化版っていう、イメージなんですけどね、別の作者ですよ、それはね、あ、そうなんですね、これ2001年ですね。いや本当はね、もっと前、もっと前ですね、あ、ペーパーバッグになってるから古い、2001年の、ね、あ、そうですね、うん、はい、ということでここできっとコメントをいろいろ入れてくださって、あ、じゃあちょっとチェックしましょう、人がいるのではと思うんですね、うん、はい、もういっぱいメッセージが、さすがですね、あ、いろいろ入ってますね。じゃあその前にさっきのメッセージの続きいきましょうか、ボンボンボンと、続きはじゃあここからかな、藤子さん、藤子1122さん、はい、上司との人間関係、旦那との関係、子供との関係に悩んでいます。自分の主張はばかりしてしまいます、うん、話が聞けないのですが、どうやったら聞けるようになりますか、うん、はい、機械的に聞く技術があるので、それを練習していただくと聞かざるを得ないようになりますますね、聞く技術は、多くの人は自分は聞けるから聞く技術、聞くセミナー、あ、そんなのはいらないって思うんですけど、これもね、実はね、習得すべきスキルがあるんですよね。傾聴の何かセミナーってやってませんでした？やってますよ。でも木本さんがまさか傾聴。そう。そうですか。最初からやってますけど。あ、そうなんですね。コミュニケーション系なので。ね、そうですね。ただ傾聴スキルを発揮しないでもいいように話す人が話してくれたらいいねっていうのを言われてくれてるんですよ、はい、あ、そうですね、相手が、うん、ベラベラ喋ってくれる人だったら、うん、あまりそのスキル使わなくても済むわけですけどね、まあ、中にはでも口の重い人いますから ね、 いろいろね、うん、はい、そういう意味でやっぱりスキルがあるので、それを学んでいただくといいですね。そうですね、NLP は本当に自分のやりたいことを見つけられると、はい、受講した友人から聞きました、はい、ありがとうございます、はい、もうちょっとじゃあ進めましょうか、はい、
NLP にとても興味があります。あ、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。生田さん、松橋先生の心理学に興味を持たれた方はコミュニケーション総合研究所のホームページを見ていただければいいと思います。これ仕込んでもないですからね、はい、ありがとうございます。リンクありがとうございます。はい、ありがとうございます。こうやってみんな貼ってくださるんですよね、すごいですね、はい、さまよえる青い青い弾丸、あら、これウィズ好きですね、この方はね。ベストパートナーになるためにですね。ビーズ大好き、はい、あ、すみません。ビーズの曲で一番ね、ギターの弾き応えがあるのが、ギリギリチョップっていう曲なんですけど、2番目に弾き応えがあるのがさまよる青い弾丸っていう曲なんですけど、まあ、はい、進めますね。わかる気持ちは。伊藤さんから、はい、ライフワークで豊かに生きる。さっきのね、本のリンクを貼ってくださいました。やっぱりね、こういうサービス精神ですよね。そう、やっぱりね、売れる人、イケてる人ってこのみんなのためにこう一手間かけてくださるわけで、さすがだな伊藤さん。ヨニアさん、私は沖本先生と知り合ってからは一日たりとも忘れたことはありません。印象の差は感じません。ありがとうございます。やっぱり、ほら、もうずっと頭に残るほどインパクト強いっておっしゃってるじゃないですか。たまたまですよね。こうやってあえて書いてくださるよね、ありがとうございます。さまよえる青い弾丸さん、付き合って2年ちょっと経つのに僕、彼の気持ちがよくわかりません。まあ、もうちょっと聞かないと答えようがない、はい、ないかな。出会いはね、ちょっとまた難しいかもね。伊藤さん、ベストパートナーになるために男と女が知っておくべき、はい、あ、はい、これですね、分かち合いのルール。また男は火星から、女は金星からやってきた。リンクありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、ジュン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 イエーさん、私の上司はとても仕事が早いです。どうやったら上司のように仕事が早くなりますか。見て学ぶ。そうですね、モデリングっていう言葉があるんですよね。いいですよね。そうそう、できる上司でいいですよね。本当そうですね、うん、まあ一つはモデリング。モデリングっていうのは、何をどんな言葉を言ってるか、そして実際体どうやって使ってるか、体の状態、そしてその人が何を見てるか、何を見てるかっていうと、実際に見てるものもありますけど、どんなビジョンや、どんなところに、どんな未来を見て、やっているか、何を見て、何をその人は聞いて、言葉を使って、どんな体の使い方をしているか、この3つを、取り入れていくのが、モデリングですね。あと、まあ、もう一つはね、身も蓋もないんですけど、人には特性があってね、早い、仕事が早いっていう、スピード重視の人と、丁寧にじっくりやっていく、質を重視する人 そのタイプがあります、はい、だいたい仕事が早い人はね、まあ、雑なんですけどね、どこを仕事によってだ、どれが優先されるか、例えば経理の仕事とかいう人だったら、スピードの速さよりも優先しなきゃいけないのは正確さだと思うんですけど、はい、お金の、ね、やり取り、間違ってたら困りますよね。営業18年やっていて、経理の人とはね、圧力が結構あるわけですよ。ね、もうちゃんとやってと、ミスなくやってって、スピード重視の営業マンから見るとね、そんな何年もっと早くやれよみたいな、うんうん、こういうなんかやっぱり人種の違いがありますよね。はい、仕事が早い人はコミュニケーションがうまいと聞いたことがあります。まあ、まあこれもどうでしょうね、人それぞれかな。そうですね、コラプシングアンカーはどういう内容ですか。うわ、これすごい、まあちょっと、時間的にはね、時間的には、はい、まあ、潰すっていう意味なんですけどね、はい、コラプシングアンカーっていうのは、マイナス そのもう自分はダメだっていうのを他のもので潰していくアンカリングのことを言いますけど、まあ、今日はあと10分ぐらいなんで、
はい、ちょっと、はい、あの別件で、はい、今後、ねまあ、いろんな質問がきっとあるんでしょうけど、はい、これはぜひですねまた松安先生の講座に行くっていうことで解決できるんじゃないかな、はい、と思ってます。そうですね、はい、ありがとうございます。で今後、ね、方向性をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、どんなことをまたやっていくのか、はいまあ、その辺もちょっとだけお話しいただければと思うんですが、いかがですか。はい、まあ、冒頭少しお話ししましたけども、うんうん、コミュニケーションに苦手な人、はい、あと自分をこれぐらいのもんだと、うん、自分なんてって決めつけてる人っていうのは、うん、とても多いですよね、はいはい、それを外していく技術がもうすでにね体系化されてあるのに知らなくて、悩んでる人とても多いです。そういった人に一人でも多くの人に、こういった心理学的なもの、コミュニケーションの、コミュニケーションって2種類ありますけど、他人とのコミュニケーション、良好な人間関係を作るためのコミュニケーションと、うん、もう一つが自分自身とのコミュニケーションですね、うん、その自分に自信がないっていうのは自分に自分はダメだっていうコミュニケーションを常に取ってるわけですね、はい、そこを、変えていく技術っていうのはあります、うん、その、スキルと他人との良好な関係を作るためのスキル、その2つを、これからももっともっと発信して、うん、で去年ですね一番のトピックスは台湾で、台湾の、まあ、日本で言えばダイヤモンド社みたいな、うん出版社ビジネス書の出版社が、はい台湾で、うん1、2を争う出版社があって、うん、そこからビジネストゥディ社っていうんですけどね、うん、そこからオファーがあって、うん講演研修させていただいたんですね、うん言葉が通じない、まあ、翻訳者はいるんですけど通訳の人はいるんですけど、うん初日は300人ぐらいの前でやって、うん、自分の話が伝わるんだろうかっていう不安があったんですけど、うん、やっぱり同じようにねコミュニケーションで悩んでる人はやっぱりいるんだなっていう、うんということで、自分のまあ、今まで学んできたものを体系化したものを海外でもね必要な人に届けたいなと、はい、特にねその中国語の人英語圏内の人っていうのは、うん、人の話聞けない人が多いイメージがありますそう、ね、僕の固定観念かもしれないんですけど、うん、人の話聞かないなっていうね販売の仕事やっていた時にいろんな会ビッグカメラで、カメラの売り場にいた時に、うん、本当にさまざまな人種の人と話していて、うん、みんなね推しが強いんですけど、うん、話聞かないんですよね。もうちょっと話聞いたらもっと関係良くなるのになって、うん、こういったことをね伝えていきたい、世界に広げていきたいなと思っています。ということはじゃあコミュニケーションというキーワードで、ま、相手周りの人とのコミュニケーション、もう一個はこの自分とのコミュニケーションというのがまずあると、はい、そうですね。であとはもう日本だけじゃなくて世界を考えて、はいはい、まあ、いろんな悩める方のコミュニケーションをうまくしていくっていうことに力を注いでいきたい、はい、そうですね、ということですかね、はい。今年ね、うん、53なんですよ。もうね自分が大戦でやれるの何年できるかなって考えたら、うん、のんびりやってらんないなっていう感じなんですよね。53だったらまだ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 あと半分はいけますよね。んあと半分半分以上はまだ折り返しいってるかどうかっていうぐらいじゃないですかね。100年かもね。あ、そうですか、うん、寿命が多分ね今53だったら110は超えてるはずなので、はい、年金寿命が今の53の人から見ると、そうですなのでまだまだですよまあ全然110まで生きるイメージがなかったんでね。あ、そうなんですか。ちょっとびっくりですけど、はい、だって昔の人はだって30、40で死んでた人、はい、ね、今80、90になってるでしょ、はい、と同じで今の50の人は100超えるんですなのでまだまだ世界をいっぱい駆け巡ってください。わかりました。じゃあ50年後にもこんなそういれば落としながらね、はい、っていう話です。じゃあこの番組まだずっと続けるということですね、はいはい、ぜひ頑張っていきます、はい、じゃあ5000何回目ぐらいかで読んでください。いいですね、いいですね、それいい。基本的にはこれね1回しか出れないことにしてるんですよ。今のところね、でも途中で多分2回受けになるかもしれない。過去に出た人っていうので、はい、またいいかもしれないですよね、はい、というところでちょっとまた後で読ませていただきますが、はい、次回のゲスト、今日もいろいろコメントを書いていただきましたがこちらです、はい、ユネア先生、ね、
この本エクセルの先生なんですよね。データ分析ということでいろいろとご活躍されています。第67回は1月23日、同じ時間20時からです。データ分析活用の講師ということで、次回もお楽しみにということです。では一旦ですね、この番組は9時ちょっとで終わらせていただいた後、おまけ編として少しだけ残ってまたちょっと喋っていただきます。ありがとうございます。はい、はい、で了解しました。はい、じゃあちょっとだけ残りのコメントだけを読む形にさせていただきます。はい、じゃあこれかな、ここの、はい、はい、PPP、うん、PPAP さんそうそう見ました、なんか先輩だとかね。そうですね、まあ、建前上は、うん、チコ太郎さんのプロデューサーっていう建前、うん、もう面倒くさいんですけど、吉村大馬なんだっけ、がですね、僕の同じ高校だったんですね。うん、それまではね、あそこの高校卒業で、うん、一番有名だったのは僕のはずだったんですけど。あ、そうなんですか。いや、そんなことないですよ。もっと有名なオリンピック選手もいるんですけど、アーチェリーのね、うん、選手で、うん、オリンピックで、金メダル取った人とかいるんですけど、うん、まあ、世界的にね、有名になりましたからね。そうですよね。もう大有名ですよね。その方が、プラクティショナーコース受講しました、聞き方カウンセラー認定講座を受けました、人に紹介したいのですが、どうしたらいいですか。いや、サイトを紹介、サイトを紹介してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、マッピー2000さん、はい、ありがとうございます。いつもコメントね、はい、いつもね、いろんなシェアしてくれてね、うん、そうなんですよね、ありがたいですよね。ありがとうございます。松田さん、リルクさん、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で、生田さんから、番組の最初に話しました沖本さんの貸し会議室についてリンクありがとうございます。あ、お答えないで。ありがとうございます。あ、そうですか。はい、米谷さん来た、ね、来た、はい、はい、最初から来てくださってたんです、はい、で次回ねゲストありがとうございます。23日の20時よろしくお願いします。123ですね。はい、はい、で生田さんから、松橋先生には2回以上出演してほしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあようやくですね、5000回目今66回目、そうですね、まさかこんなに続くとは思ってません。結構きついんですよね、月に2回は。休みなく、仕事柄ここ全部開けとかないといけないっていうのは、ね、結構きついんです、はい、ということで、あとちょっとになりました。ですね、はい、今日のゲストはこちらですね、第66回ということで、会話本17冊累計30万部のビジネス著者ということで、もう30万部、もうこうやって一日一日空気して息してる間にまた1万いってるんじゃないですかね。はい、だといいですけど。今日のこの番組でまた一気にね、はい、何万かこう増刷どんどんしていくといいですよ ね、はい、きっとこれも皆さんのご協力でできるので、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。特にこっちが今一押し、まあ、どれも押しですけどね。そうですね、先ほど紹介していただいた週刊シリーズ、これです、はい、これですね、はい、それがですね、やっぱり、おすすめですね、はいはい、まあ、どれもおすすめですけど、はい、たくさんあるのでね、いいですね。これ持ちやすいですね、でもちっちゃいからね、はい、はい、ということです。では、最後にですね、お願いしたいことがあるんです。ポーズがあるんですよ。これね、どなた様やっていただいています、はい、これがルイの部屋、著者の本棚ってやるんですけど、これ本なんですよ、うん、 本を開いて顔を横から出す、うん、という形です。こうですか、うん、はい、どっちでもいいんです。はい、エンディングのちょっとセッティング音楽音楽これですかね、はい、じゃあ一旦終わらせた後にまたおまけ編がありますということで、はい、皆さんいろいろとありがとうございました、はい、ありがとうございました。また次回をお楽しみに。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではいきます。ルーリーの部屋、著者の本棚、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。エンディング。誰の目を気にしてるの、好きな花を育てるのが悪いの、水のやり方、光の当て方、揃える必要があるの、好きな花を好きな花を
きなように育てていく幸せを捨ててまで隣気にして何を怯えてんの僕は僕の好きな花を好きに育て咲かせたい今からでも間に合わせよう大好きな種をまこうやめとけとか遅すぎるとか誰かが笑うだろうその誰かの鉢の中は似たような花が咲く見えプライド世間では刻んで肥料にして僕は僕の好きな花を咲かせるために行こうも朝顔遅れたって朝顔やっと見つけた笑顔